誰も知らない囚人。なんで囚人なのかと思ったが、最初に選んだキャラが囚人だったからでござるな。イカレタコスケでござる。エルデン・リングの DLC がとうとう発売日が決定し、それがめっちゃ近い。で、いつかというと、6月の21だったかな。21だったはず。ちょうど4ヶ月後ということで、思っていたよりもずっと早かったでござるな。巷では、今、 この最初の PV 出て、で、ちょ、ちょい出ししながら来年なんじゃないかみたいなことも言われていたけども、4ヶ月後ということになったでござるよ。で、今回の PV、ぶっちゃけ考察できる欠片みたいなものはいっぱい散りばめられてるんだけども、まあ結構時間が経っていることもあり、まあガッチガチにずっと続けてきた人以外は難しいところかなと思うんだけど、とりあえず分かったことがあって、おそらく、 DLC の入り口は間違いなくこれだろうっていうのが示唆されてるんでござるねさあちょっと見ていこうちょっと飛ばし飛ばし行くとわけわかんなくなるから順番に見ていこうそう一番最初のシーンはミケラちゃん純粋で輝きに満ちただ愛によって人の心を漂白する私はあれが心底から恐ろしい というわけで、おそらく DLC の入り口はここであると、後々示唆されてるんだけど、ミケラちゃんでしたね。これはもう、あの、DLC のイラストが出てから言われてて、結局あれ誰だったんだマリカなんじゃないかとかいろいろ言われてたけども、まあおそらくミケラさんっぽいですね。一番最後にミケラさんの、 後ろ姿っぽいものが、まあちょっとフロムだから実は違うみたいなこともあるかもしれないけども、ミケラは誰々だったみたいなこともあるかもしれないけども、まあおそらく、ミケラさんが話の主軸になるどころか、PV だけ見ると、下手するともうなんかボスにすらなりそうな感じも見受けられると <laughs>、いうことなんだね。そして、現代のエルデンリングのミケラさんは今、今どこにいるかっていうと、この、マイの中で、 ミイラ化しているっぽいんだよね。しかもちょっとでかいんだよね。でかいってことは、まあボスキャラなんだろうね。で、ここが、まあ DLC の入り口になるかもねと、後々に言われてますよということなんだね。なんかミキラさんってかわいそうなポジションかと思ったんだけど、結局なんか世の中を何狭間の地を手のひらで転がしてたってことそして、ここから、本編のムービーに入るわけです。かっこいいですねー。 トレントさんもいますね。トレントさんもいるんでしょうね。で、ここね。これ最初、あ,あの、過去編かなと。結構フロムは過去編というか異世界とか多かったんで、過去編とかなんか異世界行くのかなって思ってて、で、PV を見た後も過去かなって思ったんだけど、これがちょっと気になるよね。これ黄金樹多分焼いた後だよね。かなりねじ、ねじくれ曲がっちゃってるけども、あのー、 遠目でかなり見にくいんだけども、おそらく元黄金樹と思われる、あの木から炭のようなものがポロポロと落っこっているんで、あのー、本編のエルデンリングで、まあ、最終戦闘までずっと燃え続けていた黄金樹が、まあ、火が止んで、完全に炭になって、まあ、ちょっと中身がはみ出している、みたいな状態なのではないかなと思うんだけど、これさ、あの、 エルデンリング本編で見るとわかるんだけど、黄金樹ってそもそもなんか二重になってんだよね。あの、何かの建物の周りに木がまとわりついているような、なんかあの木の幹の下にさ、なんかあるんだよね。それが今出てこようとしているのかなっていう感じだね。まあ元々が何だったのかはわからないけども、それなんで、 過去編とか異世界とか、ミキラ系だから夢の世界とか、とか思ったんだけど、これワンチャン、ストレートに、黄金樹が燃えた後の世界っていうのが、割とあるから、ま、ここからもしかするとね、あの、黄金樹の、でも、ま、でも、オープンワールドで、今回ね、あのね、4000円ぐらいだったかな、確か。4400円とかだったっけだったと思うんだけど、4400円の DLC って、 結構ボリュームありそうだよね。そう考えると、オープンワールドで新マップを既存のマップレベルの広さで作り直すよりも、おそらく今ある狭間の地をある程度手を入れることによって、まあ新しいマップに切り替えるということになると思うんだよね。だから過去編とかもあるかもねって思ったんだけど、これさ、あの、要は DLC を入れていないバージョンと、 入れれた後のバーージョンって、まあ、ゲームが2つに分かれるわけですよね、まあ、行き来はできるようにすると思うんだけど過去の,あのダークソウルシリーズなんかでも一応クリアしてなくても DLC の世界には入れるようにしてたんだよね今回でも黄金寺焼けた後だとするとでもクリア後になるかクリア後じゃないと逆にオープンワールドを使って 遊ぶっていうのはちょっと無理があるよな。まあ、クリア後かな。まあ、まあ、さておくとしてよ。で、世界を分けるのにちょうどいいのが、あの、これあれ思い出すよね。赤狼思い出すよね。赤 <laughs> 狼はちょっと違うんだけど、赤狼も、なんだっけ、あの、外の軍が、ま、攻めてき、来ると、それまでのマップが、メインのマップが一新するっていうね。 後半と前半で分かれてる仕様だったんだけども、それをエルデンリングは、あの、黄金寿が、まあ、存在する世界から、まあ、後半で燃え上がる、燃え上がっている世界。どこから黄金寿を見ても黄金寿が燃えている世界。そして DLC では、その火が消えて、黄金寿が炭になった世界。って形で分けるんじゃないかな。そうすることでね、どこのフィールドから見ても、あの、間違いなく DLC の世界っていうのが、黄金寿を見れば一目瞭然なんでね。 まあそういう分け方をするんじゃないかな。ただ、元の世界に戻れるかはちょっとわからんね。でも、アイテムの取り残しとかあるから、多分戻れるんだろうね。多分ね。さっき言ったりあり、あのミキラの手から、もし DLC の世界に入るとすると。ただ、世界に入るとなると、実はあの、主人公が燃やした後と見せかけて、実は過去に燃えている黄金樹かもしれないし、黄金樹以外の率の。 なんか、シンボルかもしれないみたいな可能性もまああるってことだね。長くなりました。<laughs> でね、まあ、新キャラ等々も気になるんだけど、そう、見捨てられた地で、せいぜい殺し合え。こいつ、ハベルか。こんなんおらんかったよね、さっきの騎士もね。まあまあいいか、ちょっと進めようね。<noise> で、おそらく、学院と思われるあそこにね、誰かいるんですよ。なんでやっぱ過去なのこれなんだよ <laughs> これなんだみすぼらしいじいさんと、右にいる人。これ誰かわかるあの人かあの、あ、名前が出てこない。なんとかかん。なんとかかんの、タニアさん。タニアさん踊り子のタニアさんの若かりし頃。なんか顔隠れてるし、なんかそれっぽいね。そうすると左はライカードと言ってですかね。人間だった頃のライカード。にしてはだいぶハゲてますけども。ちょっとここだけわかんねえ。これだけ見るとな。 そして、壺の塔から、なんとか感。名前が出てこない。溶岩といえばなんとか感って感じだし、全体的にこの鎖なんかの作りも、それっぽい感じがするんで、さらに奥があるんでしょうかで、おそらく、黄金樹を燃やすであろう。これ、釜の化身会 <laughs> すげえ、巨人系だしね。こいつ何なんだ これ、わからんな。で、こいつが、王様の、王様にぶっ殺されたライオンに、ちょっと見えたんだよね。さすがに違うかでも、動きも場所もさ、そうなんだよね。なんで、これを見てね、ちょっと気になったんですよ。要は、まあ、あの、王様がライオンをぶっ殺し、肩についているライオンをぶっ殺し、でそれを汗びとがぶっ殺したわけじゃないですか。で、その後に、 まあ、直後だよね。黄金樹を燃やされているんで、要は、多分、あの、黄金樹っていうのは、要は、の死の輪、ね、を司っているものだったので、死が止まってると思うんだよね。あの、本来だったらば、ちょっとうろ覚えになっちゃったけども、なんだっけ、根樹あの、選ばれたものっていうのは、木の根に、黄金樹の根に、 埋めることによってなんだっけ転生するんだっけ <laughs> だいぶふやふここふわふわしてしまったよ一番大事なところが <laughs> まあその流れが輪廻転生みたいな流れがあったんだけども多分黄金樹が燃えたことによって死が止まってるんだよねなんで王様死ねなかったんじゃないのなんか復活したにしてはすごい半端だしねでもちょっとちょっと違うかいやでもここ細かく衣装見ないと分かんないけどね そして母はと言っているこの男黒い炎から赤い炎なんだけどあの黄金樹を燃やしている赤というよりもこれ血の赤なんだよねで血っていうとモーグなんだよねでモーグってミキュラをさらっているんだよねで一応 ミキラのことが好きだったみたいな話をどこかで聞いた気がするんだけど、こいつもしかしてミキラの子供ってことでしょうかね。モーグとミキラの子ということでしょうかね。でもね、で、きっとちょろぱぱ。ここよ。この人の目。なんだっけ酔い目だっけあの、今作で言うところのヒロイン。 あの子も、最近キャラの名前が一個も出てこなかったけど、<laughs> さっきチェックし直したのに。<laughs> 金色の目をしてるんだよね。で、この人も金色の目をしてるんだよね。で、片方しか見えないんだけど、もう片方どうなってんのでもまあ、この人自体は、全く見覚えがないよね。キャラ的にはね、マレニアさんみたいな戦いのしそうでございますが、そしてここで、新しいモーション。 これ、双剣二刀流による。ってか、すごいモーションだな、おい <laughs>。ムービーか、あれ。これ、ムービーかな、さすがに。でも、なんか、動きの緩急が、実際のバトルっぽいけど。だって、この後、後ろに下がって、すげえ角度でもう一回切ってるぞ。再追尾してるってことですかね。そして、四段の、ナイフの四段だけ。でも、ナイフじゃないんだよね。見た感じ、 ショートソードなんだよね。ショートソードっぽいんだよね。ほら。これもしかしてあれかな。集会によって死ぬほど拾ったショートソードを全部ぶん投げられるっていう、そういうスキルかな。そして、これどっちだろうね。きまあ、キャラの衣装的にも祈祷っぽいんだけど、なんか色的に見たことがないんだよね。この紫色っていうのは、あのー、ミキラさん関連の睡眠に使われる色なんですよ。 睡眠効果にね、使われている色なんですよ。他だとあんま見たことない気がするんだけども。新しい属性の魔法配慮。そして、もう次から次へとバンバン来てますけども。蹴り。体術。で、この時に体術の時に気になったのが。体術、体術。体術、体術。これで、なんか蝶々みたいに出てんな。蝶々出てますね。 これあの睡眠の時に出てきた蝶々ですかね。睡眠の時のエフェクトにもなんかこういうエフェクトあったよね。ミキラの魔法。そしてこの蹴りよ。この蹴り黄金率っぽいけど黄金、黄金率格闘術ってことですかね。これ気になるのがね、見て。武器持ってないっぽいんすよね。武器持ってないよね。どういうことなん魔法か祈祷ですかこれ。 ねえ。ほら、両手とも空いてるじゃないですか。これもしかするとワンチャン、祈祷戦技じゃないんだけど、あの、素手の戦技みたいなものが追加される。だってなんか、格闘武器のようなものも持っていないよね。右手になんか持ってるか新しい戦技なんでしょうか そしてこれはムービーっぽいけど巨大な爆弾を主人公が投げているんでこれ新しいツボなのかなツボか錬金ツボなのかなっていう感じじゃねででらにこいつが使ってくる拾えるであろうアベリンをはるかに凌駕する多分5連射しているボガン 二刀流水あ,、ね、あれさ、あれ流水流水だよね。こいつはあの踊り子じゃないの。妖精じゃないの。踊り子のり流水の舞、流水の舞だっけ二刀流だけどね。そして、まあ新しい敵もいっぱいいますよと。この辺はもうわけわからないな。で、ここまで見てきて思ったのが、あのー、 要は、火の剣属と死の剣属も出てきてるんだよね。これがちょっと気になっておりまして。あの、現代のエルデンリングって黄金律なんだよね。まあ、簡単に言うとね、黄金律がもうすべてになっていて、まあ、その他チバ、ちば、ちらっと他の連中っていうのも顔を出すんだけど、これ、黄金律のある前は、あの、なんだっけ、死者の塔。 っていう、あの、剣がありますけども、真っ黒い剣があるんだけども、その剣の説明欄ね、毎回動画で説明してたけども、その剣が、おそらく、あの、死の時代の律っていうのを司さどっていたシンボルだったよと。まあ、それもまたやっぱり、塔って言われてたけど、木だったよっていう話をね、あの、説明欄でね、されてるんですよ。なので、これ、黄金律、 のシンボルーる黄金樹が燃え落ちたことで他の率っていうのも動き出しているんではないかなと一番最初のところであの見捨てられたちで戦え戦えっていうあの言ってる人たちがいたけどあれっていわゆる外なる神と言われているほとんど本編ではあの名前が出てこないような連中っていうのが何体かいるわけですねそういう連中 が、もしかすると、狭間の地にやってくることになるのではないかなと。まあ多分ね、この人とかはね、本編に、本編っていうかその三毛ラ関連、中心人物になるんで、で、これ <laughs>、ちょっと目ま惑って申し訳ない。このヘビ男はでもなんか黄金律のやからっぽいよね。で、メスメルの日って書いてあって、メスメルって何かなって調べると、あの、催眠術をかけるみたいな、 意味があるらしいんですわもしかしたらちょっと詳しい人はもっとね詳しく知ってるかもしんないんだけどなんかあのブラッド・ボーンとかをやってた人からすると催眠術って言われると、まあ、幻覚を思い浮かべるじゃないですかでメスメルの日をねどうこう言うてるわけですよ幻覚の日ってことですか黄金の祝福なき全てにしようって言ってるんですよ メメスメルの火をこれがもし催眠術幻覚の火みたいな意味だとするのであればじゃあ黄金樹って燃えたのかなみたいなところにちょっとね今疑惑が個人的に湧いていますでここねさあそこの枯れた腕に触れ影の地に向かいたまえこれが DLC のあのー。 示唆している部分じゃないかなって思うんだけども、ま、枯れた血っていうのは、あの、眉から出ているミキラの腕が、まさに、一番最初のね、これですね。これなのではないかなと。ま、こうやって改めて見てみると、確かに DLC に入るために、触れてくださいと言っているような感じにも見えなくもない <laughs>。なんで、おそらく、この枯れた腕に触れ、影の血に向かいたまえっていうのは、そういうことなんじゃないかなと。 個人的には思っております。まあなんかネットでもそんな話が出たんで、おそらく DLC の入り口を示唆しているのはここじゃないかなと。うん、これ、これもさ、ちょっとさ、この武器もさ、話がもう一点二点してますけども、これ、総人権に見えるけども、なんか動きが違うよね。まあ同じカテゴリーでモーションの違う武器なのかな。縦がついている。 盾なのかあれ攻撃できるちょっと分かりませんねでこの声もねこの声誰なのかね声だけじゃ分かんない未熟者なんですよいやーマジたまらんなでこれがおそらくミケラさんなんじゃないかなと キービジュアルにもいたね。馬に乗ってた女の子なのか男の子なのか分かりませんけどもね、男の娘なのか分かりませんが、ミキラさんなんではないかなと思われるわけですよ。で、こいつが座ってんのってさ、王の玉座っぽいよないやーいろんなことが頭をよぎるよ。コメント欄にもぜひもう、いくらでも、 ちょっと妄想等々書き殴ってほしい。タコスカはそれを見て喜びたい。でも、まあ、DLC 後の世界がどうなるかっていう話をちょっとしたけど、でもやっぱ影の知恵って言ってるよね。エルデの黄金樹が燃えたことで影の血ができるってことでも、どうなんだ火が燃えたことで影ができたってこと どういうことなんですかね確かにそう言われてみると黄金樹ってあの黄金樹自体が光をあの発しているんで、まあ、確かに影できないよね黄金樹だってもう全体が光ってて黄金樹自体がもう光の塊なので影ができないんですよそのそれが焼け落ちてあの光を失ったことによって黄金樹には確かに影ができてんだよねそこの世界ってことなんでしょうかいやー エルデには、あのー、地面の下にもね、世界があるんでね、そっちにも、日の昇らない夜空しかないような国というものが存在しています。そこも影の国っちゃ影の国だしね。もうこればっかりはやらないと分わかりませんな。まあやってもわかんないかもしんないけどね。というわけで、まあちょっとね、この PV 見た召喚ということでございました。長々と20分も喋っていた。それでは、楽しみにしておこう。リユッ